このスポーツランドスローレは全日本の1戦目になります。10月のレースが控えています。10月のレースを開催するためにも今回この8月のスローの舞台で、新コロナウイルスに勝つ必要があります。皆様の協力をお願いいたします。Come on.
Thank you.
4分が経過しました。渋滞数は8キロ台になり、現場は通常時が増えた。3キロ台になり、
Thank you.
まだ
Thank you.
しばらくは松原さんはない不利な状況で最後の最後のタイムが取り返されていく。車の停止中だから後ろの選手が入ってここでぐーっと上がります。ぐーっと上がります。ぐーっと上がります。この辺りからこの辺りの上の頃5番パンパンしていく。さあ、このコーナーがすごいジャンプを入れる。本当に通過しまして、料理場満開になるので、最後の選手を大会。大会は2位の人が、3位の選手に入って、まだまだ出勤勝負は出ない。トーク前、グリーグリーの山の時、そして山本の人を渡辺が勝つ。パンパンです。トークは、大型のこと。スゴーレースティンが登場しました。これから MSA 全日本モトクロス選手権シリーズ第1戦スゴー大会 IA1 ヒート2の表彰式を行いたいと思います。ではこのクラス3位からご紹介しましょう。第3位はゼッケン10番チーム川崎アロンズ B 小田川琴選手。そして第2位は110番ヤマハファクトリーレーシングチーム渡辺裕介選手。
第1ヒートから1つポジションを上げて表彰台に登場です。渡辺選手。そして表彰台の一番高いところにはこの男、ゼッケン400番ホンダドリームレーシングフェルス山本圭選手。今日はパーフェクトイン。マスク越しにおたけびを上げながら登場の山本選手。さあそれでは新陽式の表彰台ステージに用意されましたトロフィーを手にガッツポーズを見せていただきましょう。激戦で疲れた腕かと思いますけど、それまでちょっと事情力強く、そして笑顔を見せていただきます。 IA1 シート2トップ3の皆さんのフォトセッションです。おめでとうございます。バトルが最後の最後まで展開されました。表彰台の皆さんに一言ずつお話を伺っていきたいと思いますが、よろしいでしょうかね。山本選手の山本頑張れ攻撃を拾ってあげない。はい、それではまあ、なんといってもとにかくいいシーズンのスタートになりました。山本選手、おめでとうございます。応援ありがとうございました。シーズン始まる前の自身の構想通りですか？そうですね、もちろんレースに臨むときは常に優勝を目指してスタッフ一丸となって、臨んでるんですけど、レースなんで何があるか分からないですし、本当に自分の、持ってるものすべて出せるように、スタッフの方、チームホンダドリームレーシングベルズ、HRC、いろんな方たちがサポートしてくれて、ここに、一番高いところに立ててる、そういう実感が今すごいあるし、すごい感謝してます。どうですか、最後まで三つどもえの展開、まだまだシーズン簡単じゃないですね。そうですね、今年 IA2 からも、渡辺君とか、野塚選手とか、上がってきてるし、富田選手もアメリカから帰ってきて、すごく戦力が、層が厚くなっていると思うんですけど、僕自身はやることは変わらないですし、常に目標も変わらないですし、支えてくれてる人たちのスタンスも変わらないで、来れてます。そのおかげです。やることは変わらないという堂々たる言葉を語ってくれましたチャンピオンの山尾選手。あ、そして渡辺裕介選手も着実にポジション上げています。もうあと1個上がるしかないですね。おめでとうございます。大変ありがとうございました。最後の最後まで結構タフなレースだったんじゃないですか？そうですね、ヒート2はしっかりスタート出て比較的前の方でレースはできたんですけど、皆さんやっぱり速くて、本当に苦しいレースでした。でもコースサイドで青い旗吹いて、山花当たって応援してくださった皆様のおかげで、最後まで走り切ることができました。次の、第2戦目まではちょっと時間が空くので、しっかり自分も乗り込みトレーニング一生懸命やって、またしっかりリベンジ果たせるようにやっていきたいと思います。本当にチームスタッフの皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。リベンジという言葉を語ってくれました渡辺選手。あ、そして尾形選手も悔しい第1ヒートから表彰台に登場です。おめでとうございます。皆さん応援ありがとうございます。第1ヒートの皆様ですね、昨シーズンも終盤かなり、ね、辛い時期を過ごしたと思いますけれども、今シーズンは良くなりそうですね。そうですね、むちゃくちゃ悔しいです。チームのみんなと一丸となって今回、やってきたんですけど、表彰台に上がれなくて、の一番上に上がれなくて、本当に悔しいです。今回山本選手、渡辺選手が、とても速くて、ちょっと僕スタートで遅れちゃったんですけど、こうやって、コロナ禍でもこうやってたくさん皆さんの応援があって、とても、頑張れました。皆さんも楽しめてたらとても嬉しいです。次回の出場はちょっと遠くなってしまうんですけれど、一生懸命、頑張りますんで、またたくさん応援をよろしくお願いします。応援してくださったファンの皆さん、家族の皆さん、チーム、スポンサー、
皆さんのおかげで、こうして、走れています、次回も応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。今日も爽やかな尾形選手。それでは改めて強者のトップ3をご紹介いたします。 IA1 決勝ヒート2のトップ3ウィナー、そして今日はパーフェクトウィンの山本圭選手、第2位渡辺裕介選手、第3位尾形真央選手です。おめでとうございます。ありがとう。大勢の皆さんの声援に支えられて素晴らしいレースが展開されました。